やってきましたチャイナタウン。今日は世界一安いミシュランの料理を食べたいと思います。こちらチャイナタウンコンプレックスは地下がマーケット、1階がショップ、2階がコーカーセンターになっているので、2階に行って食べに行きます。こちらが頼んだ料理です。どう見た目、ボリューミーでしょう。 3.3 ドルでした。はい、では早速香港サヤソース、サヤソースチキンヌードルを食べていきます。めっちゃ恥ずかしいカメラついてる慣れですね。まずチキン、緊張で手が震えてしまってすいません。腰が効いてて弾力のあるもちもちしてきた麺です。ちょっとゴムを噛んでいるような感じかな。私は10分ぐらいで炊いたんですけど、多い時、混んでる時は 4,5 時間並ぶみたいです。すごいよね。2009年に設立されて数年後ミシュラン取ったんですけど、今はシンガポール内で4店舗あるみたいです。ちょっと冷め切ってるから一番美味しい状態じゃないかもしれないけど、普通に美味しいです。なぜミシュランを取ったチキンライスの方を頼まなかったのかというと、チキンライスは今まで食べたことはなくて、シンガポール住んでるのにそれと比べられないなと思ったので、ちょっと親しみのあるヌードルの方を選びました。名前の通りこのお店は香港風でソヤソースがベースとなっているので、みんなが思うようなチキンライス、タイアニーズハイパーだからちょっと違います。香港スタイル、もはや焼きそばの色してる。少し甘じょっぱいかなっていう印象です、味的に。で、全く緑がないと思ったんですけど、ここだけ葉っぱがついてました。すんごい見られてるそりゃそうだよね。みんな YouTube どうやってやってるんだろう。食べてみて思ったんだけど、チキンとかよりもソースが一番美味しいです。ここの店舗がミシュランを取った店舗なんですけど、もう一つこの建物の向かい側にエアコンついたおレストランのような感じで店舗があるので、もしこういうフォーカーとか屋台が苦手だったらそっち行ってみるのもありです。美味しいわ、濃厚、喉が乾くタイプの焼きそば。お水持ってきてよかったわ、めっちゃ重厚や。せっかくミシュランの料理食べてるのにうまい食レポができない。ソースがうまいこと細い麺と絡み合ってて、チキンの中身自体はそんなに味濃くないんですけど、しっとりしてるから吸収するような感じです。で、皮も食べやすくて骨もあんまりないので食べやすかったです。シンガポールに住むと世界一お金がかかるとか世界一高い国と言われてるんですけど、不思議なことに世界一安いミシュランもここにある。面白いですね。混雑度を避けたかったのでちょっとお昼我慢して3時ぐらいに来たんですけど、10時半オープンで3時からです。定休日は日曜日だそうです。はい、ごちそうさまでした。5分ぐらいで食べ終わったかもしれない。結構ボリューミーではあります。今はコロナの状態で紙のお皿と割り箸なんですけど、まあ、観光客が戻れるような状態になったらきっとお箸で食べられると思うので、ぜひ見らしてみてください。不思議なウォールアートを見つけたのでエンディングここで撮っているんですけど、以上で私の初ミシュラン一つ星を取ったチキン&ヌードルを食べた動画でした。いや、ホットちゃんとした食レポできないんだけど、
まあ、美味しかったです。あと、斬新な経験でした。並んでまで食べるお店とかあんまり行ったことがないんで面白かったし、実際食べてみてどうだったっていうと、ぶっちゃけ本音を言うとミシュランほどではないかなと思ってしまったんですが、これは時間帯とか作っている人とか、私が放置してカメラのセットアップに時間かかってちょっと冷め切ったのを食べてしまったっていろいろな点があると思うんですが、まあ、そんなところです。面白いのでぜひ皆さん一度は来てみてください。そのお店目当てじゃなくても、ここの建物とチャイナタウン周辺は観光スポットで有名なので楽しい場所になると思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価もお願いします。ではまたバイバーイ。